車載用ボックスになります。全部広げた状態で、今ここに置いています。このようにですねボックスになっています。そして1,2,3,4,4つのボックスがついています。そしてこの両端ですね、両端のところがですね、このようにですね、はい、冷たいものですね、保冷しておかなければいけないようなものを入れれるようになっています。そしてこうチャックですね、チャックがついています。そして、この真ん中2つはですね、普通のボックスということになっています。で、こちら端っこになりますので、こちらもですね、保冷タイプになっています。そして、チャックがですね、ちゃんと付属しています。はい、なのでここにですね、例えば車でキャンプとかですね、それからバーベキューなんか行かれるときにはこう食材とかですね、あと飲み物とか入れていただいて、そして保冷剤をですね、ここに入れておけばですね、あったかくなるということを防ぐということができるようになっている、ボックスになっています。でちょっとこれ見ていただいて分かるようにですね、これ折りたたみ式になってるんですね。なので車のトランクの容量に合わせてですね、これサイズをですね、このようにですね折りたためば、はい、小さく、例えば2個だけで使いたいなと、保冷剤と普通の荷物というふうに分けて使うということもできますし、保冷側の方をですね、2つとも閉じて、真ん中だけの2つですね、普通の荷物だけ、っていうふうな使い方ができるようになっています。これ本当にありがたいなというふうに思います。でまたですね、今これ部屋の中でやってますように、お家の中でもですね、トイボックス、おもちゃ箱ですね、おもちゃの整理をしたりするのにまたちょっと便利なんじゃないかなというふうに思います。そしてこれたくさんの荷物がですね、これ例えば入った場合ですね、たくさんの荷物が入った場合ですね、こう持ち運んだりするのが大変だったりするじゃないですか、ちゃんとですねここにですね、取っ手がついてます。取っ手がついてます。これ両方ともですね、取っ手がここについていますので、2人でですねこう持って運ぶっていうのもできるんじゃないかなというふうに思います。まあとにかくですね、この例えばこう真ん中だけですね、で、保冷というふうに、保冷だけの、食材とかだけを積むっていう日頃のお買い物ですね、お買い物なんかでこの保冷を使うっていうような使い方もできますので、この幅をですね、車のトランクの状況に合わせてですね調整できるっていう、トランクボックス、車載用のボックスになってるんじゃないかなというふうに思います。本当にこれ簡単でシンプルなんですけど、いいなというふうに思います。全く使わない時ですね、最初にご覧いただいた通りですね、これ全部こういうふうにですね、折りたたんで、そしてこうベルクロですね、マジックテープがありますので、マジックテープですね、このように、閉じてしまえばですね、ですね両側ありますので閉じてしまえばもう普通の荷物かさばらない、車のどっか隅っこの方にですね置いといていただいたらいいんじゃないかなと思います。必要な時に、あちょっとこれ後ろでゴロゴロしてもらったら困るなと買い物をしたり、または荷物を積む時にですねにはですね、これをさっと広げてですね、荷物をここに入れていただくというような使い方ができるんじゃないかなというふうに思います。なかなか邪魔にならない、あって困るもんでもない、値段もですね、とてもお安いんで、よければ使ってみてはどうなのかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さようなら。